今日、PV 撮影だったんですけれども、舞子ちゃんが腰を痛めまして、急遽空いたので、これから読売ランドに行こうと思います、みんなでね。いやー、今日晴れてるしね、ゴールデンウィーク、楽しいと思いますけれども、みんなでこれから楽しんでいこうと思います。じゃあ、行ってきます。優しそうに目を細めていたあいつのファー大人になるまで待ってたんだバカランドは僕らだった到着しました読売ランド、これから我々存分に楽しんでいきたいと思います。ゴールデンウィークだ、ゴールデンウィークいい天気だし、ようちゃん来な行こうぜ。ビールないから、私やらせていただくので、そこで2人が勝負して負けた方が罰ゲームをする。で、罰ゲームはちょっと丸山くんの方から発表していただいてよろしいですか。じゃあちょっと今回の罰ゲームなんですけども、読売ランドこちらのなんとバンジージャンプがあるみたいなんで、やったことないよ。そうですね。じゃあ負けた方に、じゃあちょっと一人でやっていただこうかなという。一人で、ね、そうですね。じゃあこのこう競って、この同時ゴールだった時は丸山くんがやるって感じ。はい、これ撮影で記録してますんでその辺はビデオ審査でなんとかなりますんで、じゃあそんな感じでよろしくお願いします。こちら飲みましたら行きましょう。モモンガありますよ。え、モモンガ、これ立ったやつ、立ったままやるやつです、モモンガ。はい、一周しますね、これ回転しますね。かわいいね、これ弦に似てる。似てないこれ怖いよ。手あげてるけどさ、怖いよ。乗りますけど、どうですか。回るみたいですよ、くるって。いや、でもくるって回るのもね。でも、バテってるから怖くないんでしょ。え、でも回りますからね。立ってると、アメコミみたいな感じになると思う。うーん、みたいなイメージが味わえる。エクスペンいいじゃん、楽しいじゃん、楽しいじゃん。だからね、立ち方が怖くないの。Don't miss it.楽しかったですね。ああ、それもかも。意外と一瞬だったね。そうだね、なんかあんま宙返りしてるっていう、なんか、ああ、なんかみたいな。それぐらい。なんかそれぐらい。夏が終わったね。わーって宙返りで合ってるよな、みたいな感じ。なんかこういうさ、コースターとかだと、やっぱバキを思い出す。この山鎮の構えみたいな。ジェットコースターの上で戦う。船の上でね、戦えるように。そう。
どこに向かっていう感じですか。これからね、我々の罰ゲームとなるバンジージャンプをアンダーシーしてこようかなと思って。なるほど。下見にね、行こうと思ってて。なるほど。はい。思ったよりですね。あれ？ついてないけど。どうしたんですか？バンジージャンプ営業終了でございます。企画倒れじゃないですか。モモンが乗ってる場合じゃなかったですね。そうだね。実は。本当だね。まだこんな早く終わるとは思わなかった。まさか。俺は6時スタートだな。まあ楽しもうか。バンジージャンプが結局なかったんですけど、もう終了してたんですけど、これがね、これがある言うもんですから。混んでんな。スラッカートだ。意気込みもらっていいですか。絶対負けません。この勝負負けられない。次カーブやこれ意外とむずい。3番いきます。ラスト。ラストキュー。に。に。ね、にには勝てるでしょ。にはね。任せてください。はい。ふざけないっす。いや。ひどい。ひどいな。まだまだ12球あるから。思ってる全然違うね。やばい。俺よりやばいじゃん。おお。これ罰ゲームですか。そうだよ。当たったら当たった。ワンバンなのに全然加減が。わ、ずるい。ずるい。ルイズ、ルイズ、ずるい。そうだよ。全然できない。うわ。いや、うわって言ってっけど。意外とむずいんだぞ。怒り始めたぞ。よくわかんない男だ。うわ、だって。だって。待って、あと何球だ。ちょっと自信なくなってきた。これよりヤバいってなかなかないぞ。あ、まあ、これ当てないとダメですよ。あああああああ、よかった、来るんですね、よかった。ラストですわ。延長戦。
いやまあ言うても最年少なんで全然まだ体は動くんですよ。はあはあはあ。記念すべき第1球投げました。おやおやおや、これは丸山くん、これは丸山くん、丸山くん、もしかしてこれは罰ゲーム、丸山くん、あ、やらしい戦闘してた。まあ俺もさっきの一球それでしたけどね。俺もさっきの一球それでしたけどね。こっからっす、こっからっす、こっからっすか。丸山くんどうですか。あ、やばいやばい、ダセえ。これまでアップアップですって言ってください。いや、野球選手ってすごいね。あ、待って、俺意外といい線いってたんじゃない。いや、そうなんだよな、参ったことに。おやおや、丸山くん、これじゃあ僕の2球を超えられないのでは。おやおやです。これ延長戦じゃない。あ、延長戦ですね。あ、延長戦ですね。サッカーだったらね、もうちょっとはいけると思います。サッカーやってたんですか。やってました、やってました。うわ、これはずるい。お前もだろ。ディフェンダーです、あいつは。あいつはディフェンダーなんで。ディフェンダーですか。あ、じゃあ俺勝てる見込みやるかもしれないです。あります、あります。さあ、何年前だサッカーなんて。十何年前じゃないのか。十何年前ってことはない。おー、行きましたね。うっとうしいな、あの当てた時のポーズ。狙えるんですかね、この人はね。おお、あ、まずい、だい、ちょっとだいぶ不安が。いや、でもさっきよりね、簡単だよ。あ、マジっすか。どっかしらでも当たる。あー、おお、やるじゃん。やばい、どうしよう、どうしよう。やるじゃん、あいつ。10、全部いきますよ。はいはい。どれだよ。丸山くん、一球一球を大事にするんだ。ちょっと無駄打ちしてる。おー。当たってんじゃない。あ、当たってないね。狙ってた3番当てやがった。3番ね。これビンゴ大会だったらビンゴじゃん。ほんとだ、ほんとだ。勝ち目ですか。結果発表、結果発表いきます。はい、僕ディレクター丸山、3枚でございます。ピントが3枚。 OK、はい、ポロのドラムのゲンさんは5枚でございます。わっと、わっと、勝ったよ。いや、罰ゲーム決まりましたが、あの、あの、有無を言わさず乗せます、私たち。本当にやったんすか。はい、あの、意外とうちは覚悟してましたが、まさか、まさかの、ね、空回りとは。覚悟空回りとは思わなかったです。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。マジっすか。あの、負けちゃいましたんで。
ディレクターながらあの一番美味しいとこをやらせていただきます。すいません、やらせていただきます。じゃあ頑張ってください。すいません、はい、ありがとうございます。あいつ飛びますよ。楽しみ。あいつ飛びますよ。楽しみだね。このロックで意外と手間取る感じたまんないね。ムカつくわ。いらっしゃい。まだ行くんだってなる。どうでしたか罰ゲーム。忘れてたんですけど高所恐怖症だった。不安でしょうがなかった。あこの乗り物ですけど、そうだね。いかがでしょう。まさか今日こんな感じになると思ってなかった。まあそうっすね。まあ思う存分楽しんで乗りましょう。頑張ります。頑張りますってな。はい。次の場所までですね。USJ。USJ。USJ。行きます。はい。せーの。